こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。今回237回目、いよいよ2013年が終了します。長かった。なかなか先進みませんが、頑張って進めていきたいと思います。チャット欄、今回の配信、Twitch でお届けしております。チャット欄に間違えた、チャット欄に Twitch、YouTube、旧 TwitterX のアカウントも、記載しておりますので、ぜひ、リンク記載してますので、ぜひアクセスの上、よろしければチャンネル登録、動画の高評価などお願いします。では始めていきましょう。今回12月4週ということで、有馬記念の週ですね。海外もありますレース。あと、コパノリッキー、マリブステークスか、ホープルステークスですね。シンヒカリ、それからトゥーザワールド、アマノテルマエロも出てきます。あ、ないのか。グループ育成って何？あ、そういうことか。ダンパ、青山天野の方がいいな。どうなる？なるほど、2頭のスピード育成度がアップロードするんだ。お互いの負けん気が好影響を及ぼしたそうです。うん、負けん気か。あんまり上がってないかもしれないけどね。行きましょう、ネクスト。マリブステークス、コパノリッキー出走です。1番人気。36。分かってくれるでしょう、レースです。サンタニタ競馬場 G1 マリブステークスダート 1400m です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、バルアバリー。これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してバルアバリー花に立ちます。その後ろからはコパノリッキー、この馬も上がっていく構えです。さらにはカプターキス、14番ファインチャーマー、その後ろ先頭はコパノリッキー、短期の逃げに持ち込めるか、逃げます。間が空いてガレットレイブン、内からはアポリネアスイーテスト、並んで5番スウェイルイージー、バースヒロイン、この馬もこのグループ、すぐ隣にウィルテイクチャージ、ジョシュアサンダー、それに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はコパノリッキー、
コパノリッキー、さらにリードを広げました。2番手はバルアバリ、ファインチャーマー、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界の一度ぶつかり合いだ。残り 200m を通過して後続は遥か後方。残り 100m、 2番手はアポリネアスイーテスト、コパノリッキー、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアポリネアスイーテスト、3着にジョシュア・サンダー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。コパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やってくれました、コパノリッキー、ぶっちぎりです。11連勝。あ、まだコパノリッキー3歳なんだ。3歳でこれはすごいな。アメリカンオークスか。天の丸森一番人気だがどうなるか。120あるんだ、でも。いいんじゃないかな。先行策も有利ですね。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 アメリカンオークス。芝 2000m となります。こちらアメリカのサンタニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはサクセスブリンガー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサクセスブリンガー花に立ちます。その後ろからはサキートリーズン、この馬も上がっていく構えです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは天の丸森、その外からディーピングジャック、サクセスブリンガー、そのうちに続いています。その外にサキートリーズン、さらにはミネルバパレスタイン、白の帽子ジャーニーシャイン、その後ろ、その外にクイーンズジョンティーラ、ベルエベレスト、すぐ後ろ、内からはトラッククチャーマー、並んで3番カウントアップ、すぐ後ろにキャッチ上海。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その隣にウェイビジュロー、見えてますね、天の丸森にいる。しんがりからコートシックフローリック、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。5番天の丸森、依然として先頭です。2馬身から3馬身のリード、少し離れてリーピングジャック続いています。これに続いてクイーンズジョンティーラ、内からはサクセスブリンガー、並んで9番サキートリーズン。さあ先頭はまだ勢いがいいな。天の丸森、2番手はリーピングジャック、後ろから誰も来ないです。3番手、もう独走態勢ですね。これですよ、持ったまんま追い出したが、2番手はベルエベレスト、これは強い。強すぎる。ここまで決まりか。天の丸森独走、天の丸森ぶっちぎりです。2着はカウントアップ、3着にトラックチャーマー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の丸森、まさしく日本が世界に誇れる馬です。なぜこんなに変わったのか、丸森。次は2連勝となります。お、待望の海外遠征をゲットです。さあ、東京大賞典、1番人気天のキャンキャン、2番人気天のグー、3番人気テスタマッサイ、スポアルシティとなりますが、テスタマッサだよな。さあ、天の宮先方どうするか。内枠だからな。まあ、差し場で上げておこう。レースです。大井競馬場。一応 G1 って書いてるけどな。JPN1 ですね、実質。東京大賞典。あと2000メートルです。
こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アマノキャンキャン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアマノキャンキャン行きました。続いて前へ行くのはエスポワールシチー、さらにはサミットストーン、6番ジョリエッタサミテ、その後ろエスポワールシチー、先手を取りました。間が空いて凱旋ジュピーター、アマノグー、この位置です。その外からキングスエンブレム、その後ろからはオルガニックターム、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。並んで栗色の馬体、旗のバンクール、すぐ後ろにオギシアター、最後方にペスタマッタ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番エスポワールシチー、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてアマノキャンキャン、好位置をキープしています。アマノグー、サミットストーン、グーが3番手ですね。それに続きます。ピンクの帽子、凱旋ジュピター、その後ろジョリエッタサミテ、そのうちに続いています。その隣にどうなりますか。内からはトルガニ、差しなのに3番手なんだ。グーコーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭は良い方に出るか、それとも技ありと出るか。さあ、キャンキャンがもう先頭に躍り出ましたよ。あ、グーも来ましたよ。内から来た。グーの方が足色がいいように見えるか。どうだ。グーが先頭に躍り出た。グーですね。グーが勝ちました。3着にサミットストーン、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野グー。お、学習能力、北村さん騎手5位になりましたね。キャンキャン、これ引退レースですね。年齢がもうあれだ。スター特性って何？学習能力ってやつ？学習能力の効果、学習能力って何だろう？あれが上がるんかな？ゲージが。阪神カップです。カレンちゃん、ラッシュ出走。山の蓮舫か。カレンちゃんも引退レースだっけ。あ、カレンちゃんもういいですよね。一方、天野蓮舫本州本命か。天野蓮舫はまだまだ頑張ってもらわないといけません。さ、カレンちゃんは先行策、天野蓮舫は差しで、両方バランス取れている感じです。そしてドリームバレンチのインパルスヒーロートライアンスマーチだな。ダイジェストいきましょう。阪神 G2 阪神カップ、芝 1400m 短距離戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。もうカレンちゃん、カレンちゃん先行、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。打ち切ったな。カレンちゃん先頭です。このまま押し切るか。このまま圧倒した。クラレント完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。これが G1 馬だ。カレンちゃん、馬の英語はそんな伸びなかったな。さあ、そしてホープフルステークスか。2歳の中距離戦となります。1番人気トゥーザワールド、2番人気アマノテルマイロ、3番人気エンシンヒカリ、どうなりますかね。あ、でもテルマイロの印が多いですね。トゥーザワールドと一騎打ちムードと言えるんじゃないでしょうか。3番人気のエンシンヒカリまでが勝負権かなと。ハギのハイブリッドもいるけどね。さあ、テルマイロは先行策、まあ、ここまでいいかな。レース行きましょう。2歳の中距離王決定戦、 G1 ホープフルステークス中山競馬場、芝 2000m で行われます。
来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台でその素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークス、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のガリバルディ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ムーブゲーリック、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくムーブゲーリック行きました。続いて前へ行くのはアマノテルマエロ、もう一度先頭から。先手を取ったのはエイシンヒカリ、その外にムーブゲーリック並んで5番ゴールドアクター、マエロもその横にアマノテルマエロ、2番手に押し上げていこうとします。続いています。青の帽子カフェオストリア、その後ろすぐ隣にエルドラード、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。ステファノス、この馬もこのグループ、一番人気のトゥーザワールド現在先端に取り付いています。内からはエアアンセン、その外からガリバルディ、これに続くのがシャドーダンサー、その隣にエイシンエアウェイ、その横にハギノハイブリッド。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その横にカンピオーデモン、先頭は依然としてエイシンヒカリ、2番手はアマノテルマエロ、ゴールドアクター、3番手トゥーザワールド、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はトゥーザワールド上がってきましたね。アトゥーザワールド勢いがいい。これからの勝負、エイシンヒカリ先頭、残り 200m、 トゥーザワールド、トゥーザワールドは返しそうだ。しかし残りわずか、後方が一気にワンアンドオンリー、2番手はエイシンヒカリ、トゥーザワールド1着、2着にはどうやらワンアンドオンリー、トゥーザワールド、 G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。やられた。テルマエロ坂、さあ有馬記念です。一番人気なんと片野慶音です。オルフェーブル、トレブもいますが、ビルシーナ、ホイールキャプチャー、当選ジョーダンがいますが、一番人気はなんと片野慶音です。本誌本命ではあるんですが、鉄板と本誌以外は20丸じゃない。ニコニコも結構いい印ですね。ニコニコこれが引退レースになるんじゃないかな。クラバーご覧と、あとオルフェーブルを2つで20丸、トレブを伊坂さんが20丸ついてるので激戦になりそうですね。4番人気までを占めております。バリアシャン、ベルジャザ、シャザールは厳しいな。さあ、戦法どう変えていくか。みんな差し追い込み場か。ニコニコ前行きます。そして、追い込み場多いな。追い込み選択した馬いないからなぁ。難しいが。まあ、差しで行ってみるか、オルフェーブル。これでどうなる？レース行きましょう。さあ、いよいよ。2013年の競馬の総決算、G1 有馬記念。中山競馬場芝2500メートルで行われます。
いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のトレブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ花を切るのはどの馬か。ラブリーデイ前に行きそうです。天野ニコニコ、それに続いています。さらにはビルシーナ14番、ラストインパクト、その後ろ先手を取ったのは天野ニコニコ、内からはロゴタイプ、その外から当選上段カタノケイオ、いい位置です。その外にオルフェーブル、ピンクの帽子トレブ、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンドバイを通過します。アマモベストプレイ、それに続いていますリサイファー、すぐ後ろ並んで3番ベルシャザール、その外にホエールキャプチャー、さらにはウィンドモナシア、その隣にレスペラード、ウィンバリアシオン、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。最強王者天野ニコニコ、ね、依然として先頭、すぐ後ろにラストインパクト、その後ろに当選上段、大きく離れましたトレブ、ロゴタイプ、そのうちに続いています。並んで4番ビルシーナ、すぐ隣にラブリーデイ、オルフェーブル、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。さあ先頭は依然として5番天野ニコニコ、ラストインパクト、ほとんど差がありません。当選上段3番手、7番カタノケイオ、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。ニコニコが後続集団も追い上げに かかります。なんか上がってきたぞ。先頭は天野ニコニコ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。三冠馬同士意地のぶつかり合いだ。残り200メートルを通過して、ここで先頭変わってトレブ、後方から一気にオルフェーブル、オルフェーブル来た。トレブルですね、勝ったのは。2着はオルフェーブル、3着に天野ニコニコ、これが最強女王だトレブ。強いなトレブ。トレブウィニングランです。タイムは28秒2だから結構早い。4着までを締めました。 G1 地区連勝、3番人気でしたがトレブが圧倒でしたね。ロフェーブルは引退レースです。こちらはまあニコニコもなんかそうか、成長します。5人の子供、正確には5人の子供じゃないんですけどね。みことさん、え、そうなんだ。北斗、おー、いいんじゃないでしょうか。さ、3年後ってことですね。なるほど。トリエンドは血統では星5ですね。天の着、父は天の着歌なのか。
大鳥なんか頑張ってますね。オリーブハリアーも。おっと。何これ、なるほど。オークスか。七馬身差なんだけどな。去年と続いてオークスか。うん。日本ではサドラーズウェルズ系が強い。なんだこれ、ロコタイプとかトレブか。ミスプロじゃないんだ。サドラーズ、なんと、サドラーズウェルズ系なんだ。トレブの貢献がでかいですね。トレブ何勝してるんだ？あ、トレブ、そうか。ヒンバ三冠に続いてエリジョ取って、アリマ取ってるから、これだけで5つ取ってるんだな。サドラーズ。あと、ロゴタイプだな。あ、アマノキャータンもサドラーズウェルズ系キャオシュは？あ、ダントツサドラーズウェルズ系ですね。まあ、トレブを貢献してますがね。例えばドイツオークスも取ってるしな。ソローとかもサドラーズウェルズ系なんだな。米国はロベルト系。ポイントオブエントリーか。SS なんだな、日本で勝ってるのはみんな。まあ、アマノブルーレイは AP インディー系だけどな。あ、トレブもか。アマノアイフォンもいます。カレンちゃんもいる。結構激戦になってますね、米国は。でもみんな芝か。ダートはあんまり評価されてない。行きましょう。U ターン。これリンドっていうのかな。え、これなんだ。あ、トレブか。トレブ5勝。トレブだろう、これ。ヒンバ三冠プラスエリジョアリマだったら。ロゴタイプエピファネイア。アニマのタニタで分かれてるからな、こちらは。結構ライバル馬に食われてんな、前半は。ボードカラーワーがすごいな、短距離戦は。間違いなく短距離王でしょうね、ロードカラーワーは。あ、なにわファームか。なるほどね。フラグ馬なんだ。じゃあ、ホーファームだけどな。うん。いいと思います。160勝。おー、なるほどね。お、やりました。生産者賞にも輝いております。10勝だけで123勝と74勝だもんね。さあ、この通りになってますが、どうなりますか、今年は。まあ、でもトレフでしょうね。知ってた。9戦9勝、ダントツ SC。
あ、でもコパノ日記、ジェンティルオンナにも印が集まってます。この辺は飛ばして、コパノ日記が3歳オス馬と短距離オス馬に選ばれておりますが、 BC クラシック取ってんだよな。あ、チャンスある。でもゲームオンリュードがドバイワールドカップ取ったりしてるからな、これがどう影響するか。お、やった、コパノリッキーやりました。米国年度代表馬です。金引き恋愛の快挙ですね、こちらは。これ2歳オス馬だけですね、ミッキーアイル。フズヨーロッパマイルさんが、クイーンエンザベスが、キャメロとか、ソロとか、フランスダービー。ちょっとわかりにくいかもな、今年は。ソロか、まあそうでしょうね。まあ、12戦12勝で圧倒的すぎて、あの、負けなかったんだな。これはちょっとソロで仕方がない。ん？ガリレオが系統として認められたと言ってます。フランケルもいますね、この血統には。サドラーズ、さかのぼえばサドラーズウェルズ系です。サイヤランキングが、この1位ってなんだろう。ああ、ヨーロッパの1位ってことか。さらに APD も認められました。これよりは9勝か。ブルーレアも引退できますね。はい、大丈夫です。ニコニコも引退しときましょう。年齢高い順から行こう。つぼみは？これは、まだ引退できない。ブラックキャビアも引退でいいんじゃないかな。カレンちゃんも引退。で、引退しなきゃいけないのが、ルフェーブルか。引退示唆の馬はオルフェーブルだけですね。インサイトはもう無理かな。あ、無理ですね、オルフェ、インサイトは。え、本当？いや、覚醒だから、まだだよ。ブルーレイは遅めだから、無理だから。ほんと、これか、あ、え、丸森もう加工気味？嘘。嘘だろ？早っ。ここは勝ち始めたばっかりなのに、嘘でしょ？まあ、しゃあないですね。じゃあ、もう引退です。あとは、つぼみは OK。ラキスタって何勝だっけ？ラキスタまだ3勝なんだ。じゃあまだ引退させられないですね。うん。でも厳しいよね、ラキスタ。引退でいいや、ラキスタ。アラフォーが何勝？アラフォーはまだ J1 勝ってないのか。
もうちょっと頑張ってもらいましょう、アラホンは。iPhone は勝ってるしね。12勝か。どうかな、iPhone。まあ、牝馬だからな。引退させてもいいよね。iPhone 覚醒だからな。でも、まあ、引退でいいと思います。そばにいるね、もう。急所上げてるから、引退でいい。トゥルースはどうかな。トゥルースはまだですね。グーは？グーはようやく勝ち出したから、これで引退するのは惜しい。まだ頑張って、これからです。頑張ってもらいましょう。グーって遅めか。ツイッターは？ツイッターは、2勝か。まあこれからでしょうね。慶音もやめる。やめるわけにはいかない。あ、でも慶音はもう、あれか。あ、でももう一年働けんじゃないのかな。フィッツは？なんか成績上がらんよな。厳しいんじゃないかな、フィッツは。まあもうちょっと働かせたいが。なんかむず、まあでも引退頭数が多いからな。1,2,3,4,5,6,7,8,9 で、下に10頭だから、ちょうどデビューした数と同じ数が辞めているってことになる。剣も10勝。うん、山ガールが？山ガールもパッとしないな。頑張ってほしいな。で、マイガール。なんか良くないな。まあ、でも万世ですからね、マイガールは。で、コルシアまだ、引退言われてないですね。まあ、まだ6勝なんで引退させるわけはいかないよね、この辺は。ドラッカーとかもこれからだし、ゼンティオンナとか。ピロテってどうなんだろう？早かったよな。アリエッティはまあ全然大丈夫。AKB はどう？ AKB8 勝あげましたけど、まあもう一年頑張ってもいいんじゃないかな。何だったのでしょう。アンドロイドはこれからだし、ケジカもこれからだし、あとアゲプヨ、トレブなんかもまだ引退は早い。キャンキャンは、そうか、強制引退か。うん。金札ですね。ニコニコも金札です。キャンキャン、よしよしよし、金札、なりました。ブラックキャビアももちろん、スプリントクイーン。戦列。そばにいるねも、金札ですね。9勝。
フルーレーンも金札やってくれましたね。間に合ってました。金札が続きます。iPhone も文句なし金札です。カレンちゃんも白い彗星。それは赤い彗星か。これも金札です。金札ばっかりだな。一等。もちろんアラフォーでいきます。で、マッチョーノとか引退か。早。アマノプリウス、アマノポッポヤが、まあ、17歳だから、しゃあないよな。カタノはないな。たくさんですね。守護馬が4頭。繁殖牝馬がこんだけいるんだから、すごいよな。ブラックキャビアが23億とか、すごいよな。じゃあその分やめさせなきゃいけないのは辛いですけどね。さあ、ご覧の通り、オルフェーブルが1000とアマノニコニコが1500万でトップです。モデルスポート系海外遠征。アマノスプリング、アマノなっちゃんなんだ、モデルスプリング。モデルスポート系って、アマノブログとか、アマノラキスタがモデルスポート系ですね。フェイト、アラフォー、ギターだ。ピッツ AKB とかなっちゃんの系統がすごい育ってますね。プライムステージの系統がダイナクトですか。続くロンマ系の系統もいいですね。ツイッターはやぶさがまだ現役でやっております。セントルーカ、ルーカ系ってなんだ？ここたる前か。海外の馬が多いのかな、これ。ダラカニか。ダラカニの系統なんだ。うん。ピザバトラー。お。嫌です。嘘、いいです。いいえ。まあ、いいんじゃないかな。はい。もちろん5頭。ロードカナノは、ロードカナノは、いや、全部買いたいんだが。オーサムフェザーか。買いたいけどな、本音は。ドランドドリームとか。まあ、必要な時に買うでいいでしょ、これは。8頭余ってるから、これは買いません。食品は結局12頭売却しないといけないからな。
さよならシーキングザパール、うん、ちょっと無理だな。フレマーチも売る、ファストフレンドも売る、ロンバケも売る、ナイモードも売る、あとは下か。クラゲも行っちゃいましょう。フェアリーナースってどうやったっけ？エド戦記フェアリーナース。フェアリードール。うん、まあ、シーツ場でいい馬いるんだったら売りますけどね。フェアリーダンスはお守りが緑。売っていいでしょ。売ります。フェアリーダンスは。凱旋フェル、この辺はみんないらん。セレブリティってどうなんだろう。スーパーホースなら売るわけにはいかないが、ああ、なるほどね、そうなんだ。うん、これは残しときましょう。アパパネってどうなんだろう。個人的には名品系なんで残しとかないとダメだな。ラトラーってどうなんだ。まあ買ってるってことはそういうことだろうな。花盛り売っちゃいましょう。もういらない。空体？ああ、なるほど。マイネレーツェルってどうだっけ？マイネレーツェル。ああ。なるほどね。これは売るわけにはいかないんだな。もう一頭ぐらいは売っとかないとダメか。春日とか厳しくなってくるし。ナスタアイル。ウィキウィキあたりはどうかな。そうなんだな。どうなんだ。マカヒキも産んじゃってるからいらないんだ、この馬。売りましょう。こんな感じかな。これで1頭開けることができるんで。この辺を、
あ、これは日本に残しとこう。ブエナビスタとか。丸森もクラブでいいや。あと一頭、サエチパンドラかな。キャッチタイトルってどうなんだ？あ、メジャーエンブレムを生んだのか。これで終わりかな？うん、終わりです。終わりっぽいな。キャッチタイトルをもう生んでいいでしょう。テンプリキュアとかか。ただ、売るべき馬は売らないでいいやっていうのは何だろう。この辺はまあ、当格として、助ける馬を何を売ろうか、助けるかですね。なるほどね。ツイッターもオス馬なんだよな。もうちょっと助けてあげましょう。こんな感じでいいと思いますか？いいと思います。うん。リリースファームが多いな。下高地牧場。キャッチタイトルとウィキイキは、あれですけど、もう子供生まれてるからな。マカヒキとか。いらないですね。2頭売ればいいってことですね。こちらは。まあ。年齢が高い十分だと、爆心王か。天の一郎が二十歳、ステイゴールドは19歳。サイネスーカー19歳。でも、下を見ていこう。凱旋アクスとか厳しいよな。馬のアイマック、馬のカリスマ、馬の遊戯王、遊戯王あたりかな。遊戯王あたりかな。これでいいと思います。リーズファームがいずれも買いましたね。さあ、小池さんが引退です。出口さんも引退か。小池さんは、専属騎手、淀川さんですね。どうなんだろう。引退は5の5頭。淀川さんはフリーでやってくることになりましたが、56位だからな。通算14、35勝はいいんだけど、キーパー三冠とか、ブイナビスタとか、早く、ねえ、調教師になってくれないかな。信者はこの5人。え、20歳で引退ってどういうことだよ。なんかあったんかな。19で引退っておかしいだろう。この辺は。何が起こったんだ？チュキさんは。切ないな。だ、ああ。さあ、これ17
頭あじゃあ27頭だけど、まあ全部クラブでいいでしょうね。デビューする馬が10頭で、そうじゃない馬は全部クラブでいいと思うが。さあ、まずは、私立馬から行きましょう。何がいいんだろうな。レッツゴードンキ、ミッキークイーン、ブチコ、パウンド。まあ、ブチコだろうな。ブチコってでもこれ、あれじゃん。クラブです、ブチコは。それから、ファウンド、ミッキークイーン。普通だったらファウンドあたりなんでしょうけどね。あと？白い馬は、クラブに行かせましょう。ハウンドと、ハウンドも牝馬だし、この3頭みんな牝馬なんですよね。レッツゴードンキ、まずはレッツゴードンキ、ああなるほどね。何がいいんだろうな。レッツゴードンキーしよう。ミッキークイーンはクラブで。シーツバはこれでよし。あと、デュアルスチールか。は、及ばないんじゃないかな。まあ、オスマは別に、座ってなくていいしな。いや、でもどうなんだろう、リアルスティールも。なんとも言えんな。なるほど。あと5頭。
うん。あと2頭ですね。マノツバキ。うんうんうん。いや、ちょっと待ってよ。いや、あの、リモードはクラブで。サーチファンドの方がいいか。天のジュピターはどうなんだろう。うん、まあ、クラブだな。うん、ちょっと馬の名前を決めましょう。あ、いや、スカイツリーはあれだもんな。富士山が世界文化遺産だって。あ、ふなっしーってこの年なんだ。ふなっしーってこれ性別なんだろう。
まあ、あのふなっしーは安一番安い馬にふなっしーつけよう。これに行こう。肩のふなっしー。いいでしょう。入球。安田隆之さん、お願いします。そして次に、富士山ですね。富士山を何にするか。富士山はこの人です。天の富士山。天の富士山。これでいいや。入球はどこに？鈴木しのぶ厩舎。いや、と見せかけて50ぐらいいってる厩舎の方が実はいいな。根本厩舎で行きましょう。何も指示しなくても勝てる馬の方がいいと思う。例えば、シーツバーの方が、パウンドとかは、関係性が低くても、大丈夫だし、若い調教師を狙っていいと思うんだけど、そうでないところに関しては、ね、この人鈴木しのぶで、それから、レッツゴドンキが、レッツゴドンキは多少頑張らないとな、まあ森さんでいいでしょう。レッツゴドンキは。あと、北斗か。パズドラもこの年なんだ。はいはいはい。パズドラはオス馬だなぁ。じゃあ。オス馬はエアグルーヴがそうか。じゃあまあ、これで、パズドラとつけとくか。あとですね、白猫とかもこの年じゃないかな。天のパズドラ。うん。まあ、森村さん。次は？パズドラ。世界に花が。これもオス馬なんだ。オス馬結構多いかも。東京五輪招致が決まったが、まあ、それはどうでもよい。フライングタイヤーってなんだ？これは雑貨ショップか。あ、リアル脱出ゲームなんていうのも流行したんだな。うん。テレビゲームの売り上げは、ポケットモンスターの5つは、モンハン4、飛び出せ動物おもり、飛び出しコレクション、ルイージマンション。あ、GTF5 もこの年なんだな。そうだ、そうでしたね。
ただ、どうなんだろう。妖怪ウォッチが出だしたけど、妖怪ウォッチってアニメ翌年なんで、ちょっとこの年はやめとこう。レイトン。ドラゴンズドグマ。ウィーエ、メガテン。すごいな、グランドセフトオートって。グラセフか。天のグラセフ。天のグラセフ。入球。青島さん46歳なんだな。高田さん44歳とか。高田さんはちょっとな、有効度が高いけど、厳しいな。60代前半がいいよね。できればね、千田さん、お願いします。椿。邦楽ランキング。でも、邦楽ランキング、どうせ AKB とかやろ？どうか、ジャニーズやろ？サウナラクロールなんだ、この年の AKB って。わ、これひどいな、乃木坂とかか。乃木坂を浮上はしてきたけどな。音楽つまんねえ。だからなんだろう。詳細のメモリーあったな。懐かしいな。ゴールデンボンバーとか、まあ、あるけどな。ダウンロードランキング。あ、忍者にパンパンってこの年なんだ。キャリパミュそろそろ入れときたいな。春日かな。忘れないうちに。天のキャリパミュ。難しい。入球。まあ、森九社でいいんじゃないの？もしくは、みないさん行きましょう。
あと、ツバキとフサイチパンドアとセカチはみんなオス馬ですね。今年はオス馬が多い。めめしくって言ったらあれ、これ何年だっけ？めめしくって2011年だから結構長いんだな。飛行機雲？なんで飛行機雲？なんか映画に取り入れられたんじゃないの？ダウンロードだから遅くなるんだよな、これ。忍者リパンパンと、忍者リーパンパンとか、なん、ケラケラ？わかんないな。あ、グリーンがそろそろ来たな。あ、ファンキーモンビーベイベーズもそうな。ファンキーモンキーベイベーズの略ってなんだ？ファンモンか。ファンモンだ。ファンモン。お前高くなくていい。パンドラの方が、パズドラの方が良かったかな。あ、こちら白猫にします。天の白猫、天の白猫。兄がさん60歳か。え、あと、ツバキとセカチュウ。人数もオス馬なんだよな。高画ランキングは、風立ちぬ。そうだ、風立ちぬがこの年なんだよな。ツバキとセカチュウ。ツバキ、セカチュウ、うん。ツバキ。だから飛行機雲が取り上げられたわけで。なんだ、風立ちぬか。肩の風立ちぬ。肩の風立ちぬ。肩の風立ちぬ。大森さんってどうなの？悪くはないけどな、まあ、今回オス馬だからな。美穂の方がいい。美穂いい厩舎が少ないんだよな、まあ、関係性の問題ではあるか。細田さんお願いします。あと、天の椿か、最後は。ワンピースフィルムセット。真夏の方程式ってどんな映画だっけ？へぇー、面白そう。あ、
謎解きはディナーの後でって懐かしいな。だった。キオス会議もこの年なんだ。窓間、劇場版窓間際もこの年なんだな。謎解きはディナーの後で。まあいいや。謎ディナー、うん、知らないもん。天の謎ディナー、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 天の謎ディナー。オッケー、入球。神様、いいや。村さん、これであとはクラブバだよな。分からん、売却額かな。ちょっとパズドラが一番高いが、ベガの12、あれ、ああ、はいはいはい、ベガの12、凱旋キオス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 。オッケー、これでいいや。あとは場面だけ選択すればいいしね。ソベガ、うん、これオスウマか。今日恋を始めます、日だまりの彼女。謝罪の王様、ストロベリーナイト。ストロベリーナイトも結構なんだったよな。レズ、ミゼラブルってこの年か。デッド、あ、テッ、あ、デッドじゃない、テッドだ、これ。テッドって、モンスターズ・ユニバーシティってこれ、ピクサーなんだな。モンユニ。モンユニ。うん、モンユニ。海鮮モンユニ、それから海鮮テッドかな。いや、でもレーズ、ミゼラブルの方がおもろいけどな。ミゼラブルは、ふんふんふん。アン・ハサウェイが出てるのか。
じゃあミゼラブルで行こう。凱旋ミゼラブル。凱旋ミゼラブル。凱旋ミゼラブル。ね、次がアイモード12。そして父になるとか懐かしいな。これストロベリーナイトもなかなか面白いです。ストロベリーっていちご夜だな。あ、半角文字になってる。凱旋いちご夜。凱旋いちご夜。そしてラブマシーン共演マッチ。これそして父になるも結構有名なんだ。凱旋そして父。凱旋そして父。謎ディナー、そして真夏の方程式が、プラチナデータってどんなんだろう。ああ、SF 撮影データなんだ。なんかじゃでもね、どうなんだろうな。東京家族。山田洋次監督か。もうしろ、日だまりの彼女。はい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 。でも売れてないな、そんなに。今日恋を始めます。おぉ。今パッとしないな、ま。この辺かな？ウィザーの少年エイチ。わからんな。シュガーラッシュ、シュガーラッシュ。これもディズニーなんだ、シュガーラッシュは。うーんっていう感じだわ。まあいいや、うん。
それで、ダイハードラス、ローンレンジャーってなんだ？ローンレンジャーって、昔のもののリメイクか。アイアンマン3。なんかあったな。マーベルだっけ？これ。マーベルだな、これ。アイアンマン、鉄男。きついな。まあまあ、でもいいか。クライマーチに入れとこう。なんか映画ばっかりになってしまうんで、映画以外も行きましょう。ドラマ主題歌。あ、サカナクションが浮上してきてるね。アイって誰だっけ？海外ドラマレンタルガールはゴシップガールですね。そうだ、この頃からやっぱり出てくるからな。あと、テナノマ。あ、でも、ドラマレンタルちょっと弱いな。芸能、言うてな。堺雅人と菅野美穂は結婚だよね。ロンブー結婚。ロンブー純結婚。あややが結婚したよな。よかった。ああ、おもてなしもこの年か。ああ、やだな。やだ。なあ。でも、おもてなしいるよな。それなりに。謎ディナーより全然おもてなしだよな。牝馬の方がいいね。でもキャニファミューがあるからな。都合の運気があるし。謎ディナーを転向して、おもてなしに変更しよう。ただな、謎ディナーって、ああ、そうか。謎ディナーを流用するのは良くないな。白猫の方かな。白猫ないから、白猫来年でいいんじゃないかな。一応おもてなししよう。天のおもてなし、天のおもてなし。うん。あとはピアハイジ12、天のロンバケ12。フナッシー、くまモンもそうだ。アマちゃん忘れちゃいけないよね。アマちゃんはいるよな。アマちゃんいるよな。アマちゃんヒン、キャリーパミューとかいいけど、キャリーパミューよりアマちゃんでしょと思うけど、ヒンバー枠が一頭しかいないのは辛いな。手配しじゃダメなんで、凱旋アマちゃん、凱旋アマちゃん。しとこう。そうだな、アマちゃんがあるんだよな。うん。うん。あと、くまモン
か、あ、半沢直樹ってこの年なんだ。うわ、半沢直樹はいるよな。半沢直樹はいる。パズドラをやめよう。パズドラを格下げしよう。天の半沢は、天の半沢は、で、なんだ、グラセフじゃなくてパズドラだ。パズドラブームだからな、パズドラ格下げはちょっとどうかな。で、これくまモンにします。もうちょっとくまモンはちょっと評価上げてもいいんじゃない。くまモンはまあこの辺にしとくか。で、ここまではあるから、ストフレンド12以下は、投資、あ、今でしょがあるな、今でしょが。今でしょがあるね。うん、今でしょ、めちゃくちゃハマって、流行ったもんな。このぐらいか、芸能ニュースって。イーガールズ。次、流行ファッション。デッキシューズってこの年なのか。プロデューサー巻きは知らん。流行したおもちゃは、ナノファルコンは知らんな。ネットキッズ。知らんな、モーターファイト。あ、はいはい、シロラマってあったな。ゲームロボット50ってなんか懐かしいな。でも、あ、人狼ってこの年なのか。でもし、え、シロラマもいるよね。ドラッグエン？あ、はいはいはい。ルイージマンション2とかなぁ。ホットイーター。ミーパーティー。ジョジョのゲーム版。ベストセラー本は医者に殺されない47を心得。実際も取られない。なんだこれ。聞く力か。海賊と呼ばれた男ってそうなんだ。
でも男がいない。あ、ロスジェネってこの年なんだ。逆襲ってこの年なんだ。置かれた場所で咲きなさいっていうかな。うん、それならロス、普通に。ロスジェネは流行ったよな。枯れた場所へ咲きなさいってなんか悪いんだけどな。野心のすすめ。あ、もうだけどな。あ、そこでね。大方は9は絶賛力は。これもいいかな。医者に殺されないか。文庫本。永遠のゼロ。永遠のゼロ忘れてたな、そういえば。俺たちバブル、池井戸ブームなんだよな、この年。わかん。その方程式。夜行観覧車。ビブリオ。ビブリオちょっと入れとくか。そういえば、どこに入れるんだ、その、グラセフ言えんなら進撃にしよう。天の進撃、天の進撃。で、グラセフをどこに入れるか。謎ディナー。初ドラッパーも。初ドラヒンバでもいいや。ここをグラセフに変えて。で、初ドラを。2003年結構気になると記憶が当たる。なんか怖かいよな。図書館戦争もこの年だよな。漫画の売り上げランキング。ワンピース進撃。あ、黒子のバスケもそうなんだな。まあ、黒子のバスケもあるけどな。あ、銀のさじ。暗殺教室か。暗殺教室ってあれこの時期だっけ。あ、でも昔のものが売れてるだけってはならないのかな。暗殺教室でもアニメ化したのってちょうどこの頃だよな。まあ銀のさじにしとこう。凱旋銀のさじ、凱旋銀のさじ。うん。こんな感じかな。うん、これで完了ですね。2ついただきました。高すぎて売れん。これね、OK。
お、海猿のみですね。え、別にこのままでいいです。お、凱旋クラブ日本一。お、誰？誰だこいつ。千人ですね、いわゆる。オルウェーブルとロードカラノアの死亡はいい。つまり？え、それだけ？それだけですね、どうやら。じゃあ、ローテ決めいきましょう。トゥルース。ね、マノグはエンプレス杯とか言ってますが、そんな場合じゃない。精神力上げたいよね。免疫性じゃなくて。まあ、まだもうちょっと、D になってからちょっと精神力上げに行こう。まあ、絆とコマンドをまず使おう。そしてね、押す。なんか無理だわ、ゲームオンデュードじゃ。マジカップか。三対一半で。うん。これいくか。一応竹豊か。平穏は受賞してるからな。しに行きましょう。ネフィッツが兵法は兵法休ませないとダメ。山があるか。ボルシアあと2勝だからな。ここ行きましょう。
全ハヤブサ日経新秀杯、低めも日経新秀杯、ミザルが今週キュンナー12勝、大阪杯か、大阪杯はすごい順当なんだよな。ファイターフ、あ、ちょっと微妙に距離が良くないな。やっぱ大阪杯か、これ大阪杯ですね。で、大阪杯出るって言ってる馬は何だろう。ケオン、ケオンですね。ケオンは16の2900だから2400でもいいってことか。シーマークラシック結構強いからな。で、当然パノリッキはフェブラリーと言いたいとこなんだけど、フェブラリーじゃないです。当然サージカップです。で、サージの後は当然ドバイワールドカップです。この前に頑張ってもらいましょう。ウィザルがご覧の通り、AKB が。でも AKB、ジャンルは、ああ、そっか。まあ問題ないのか。AKB がクールモアクラシックですね。で、ヘビロテがシルクロード。距離戦。日経新車派は微妙に距離が長い。ないな。 G3 も勝ててないのにな。JCC とかあるけど、61キロはちょっとな、辛いよね。悩むな。何キロ背負わされるの？あ、55キロか。これは、これならな。ん？あ、いいんだ。で、児玉でしょうが、ちょっと待て、1億ちょい、芝の海、もう馬こそ日経新秀杯じゃないの？覆面とハヤブサがいいのか。なんか出る馬がエースがないよね。
アンドロイドがどっちも大丈夫。いや、まだ早い。G3 クラスならあるけど。関西記念が空いてるやん。あ、でも関西記念じゃまだしんどいよね。佐賀記念あたりか、じゃあ。いや、まあ、オープン特別でいいんじゃないの、普通に。ペットレイブって10勝だからな。戦後の2700。はあ、難しい。これがまあ最低距離だが、アリエティがいるね。アリエティはここに任せたい。島のみだからここはダメだ。ん？まあ竹豊でいいや。でこれはマイルか。いや、あ、まあまあ、ファルコンで飛車なんかで、なんか。石光はこれ、レースが。まあ、騎三下将でいいんじゃないかな。スカイツリーが。マイルか。マイルだったら短いんじゃないの、普通に。ここ行きましょう。ナズナ賞。草食だからな、はい、レース出したくないけどな。直行でもいいぐらいだもんな。いいでしょう。ということで、ここまでにしとくかな。次回1月1週からスタートということで、今回ここまでにしときたいと思います。
はい、見ていただいてありがとうございました。チャット欄に、Twitch、YouTube、旧 Twitter、X のアカウントを載せておりますので、それぞれアカウントのフォロー、チャンネル登録、いいねなどよろしくお願いします。ということで、ウィーニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。